彼が望むは。これも鍛錬の結果じゃ。修行はいつか必ず。これも鍛錬の結果じゃ。わしはもっと強くなりたいんじゃ。いいだろう。痛みでは私を止めることはできません。行くがいい。喧嘩を売る相手を間違えましたね。くっそ。立ちなさい。まだ私の気は晴れていません。もうやめて。ユミ先輩、もうやめときなよ。それ以上やったらこいつら死んじゃうわ。町の不良を相手にここまでするなんて、ユミ先輩らしくないわね。この人たちが望んだことですから。なんかすさんでるね。黒影様を失って苦しんでるのはわかるけどさ、こんなことしたって意味ないでしょ。放っておいてください。やれやれ。そんなに暴れたいのなら、両備が相手をしてあげよっか。あなたが私の相手を。ただし両備が勝ったら選抜メンバーのリーダーの座をもらうわ。いいわね、ユミ先輩。選抜メンバーのリーダー、そんなものに価値などあるのですか。あるのよ、両備にはね。ああ、そういえば亡くなったあなたのお姉さんも選抜メンバーのリーダーだったと聞きましたが。だったら何。大切な人を亡くしたのは自分だけとは思わないことね。ほら、さっさと構えなさいよ。両備は立ち止まってるわけにはいかないんだから。ユミ先輩とは違ってね。リーダーの座にこだわりはありませんが、向かってくる相手に手加減はできません。いいですね。当然よ。両備は勝つ。勝って決戦のトップに立つ。お姉ちゃんが果たせなかった思いを叶えるために。鎮魂の夢に。その綺麗な顔。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。両備さん、あなたの強さはお姉さんへの思いから生まれているのですね。悔しい。傑作。この強さは何をなすためにあるのでしょう。黒影おじい様。ユミ先輩、簡単には勝たせてくれないみたいね。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど、ユミ先輩が戦う理由って何？私が戦う理由、そんなものは初めからなかったのかもしれません。月戦に入学して前任を目指したのも、黒影おじい様に喜んで欲しかったからですし。嘘だね。戦う理由がない人がそんなに強いわけないって。っていうか、戦ってみたからよくわかる。ユミ先輩の胸の中では何か熱いものが灯っているよ。熱いものが灯っている、私の胸の中で。両備さん、教えてください。それは一体何なのですか。それぐらい自分で考えてよ。そうですね。にゃ
れやれ参ったな。これじゃあなかなか決戦のトップにはなれないかも。ま、でもいっか。弱い人を倒してなったトップになんて価値ないし。ユミ先輩、これで終わりじゃないからね。あんたが卒業するまでに必ず倒してみせるから。私の胸の中で今も熱く灯っているもの、何なのでしょう、それは。最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。夜桜さん、どうしてこんなところに。わかりません。目的もなく、ふらふらと歩いていました。そうですか。私と同じですね。ユミ、黒影様亡き後、わしらは何を目的に戦えばいいのでしょうか。目を閉じれば、黒影様の顔ばかり浮かんでくる。その度にわしは、涙が、止まらなくなる。夜桜さん、わしは黒影様に恩返しをしたかった。黒影様に喜んでほしかった。黒影様に褒めてほしかった。もう一度よくやったと頭を撫でてもらいたいんじゃ。あの大きくて温かい手で。なんだこいつ、こんなところで大泣きしてやがる。悲しいことがあれば泣く、それの何がそんなに面白いんじゃ。面白くて仕方がないね。ほらほら、もっと泣いてあたいたちを笑わせてくれ。ユミ、わしは今からこいつらをぶちのめす。止めるな。止める？とんでもない。私も一緒にやりましょう。黒影おじい様への涙をバカにするということは、黒影おじい様を侮辱したのと同じ意味ですから。なんだこいつら雰囲気やべえぞ。今のわしらと出会ったことを後悔するんじゃな。泣いて謝っても許しません。せい！ユミ、鎮魂の夢。任務開始。殴っても殴っても、倒しても倒しても、進め。心が晴れることはなし。虚しさだけが膨らんでいきます。しかしこうして戦っている間は、黒影様を失った悲しみを忘れることができる。悲しみを忘れることができても、それは一時のこと。散らすように逃げていきましたね。あんな連中追いかけてさらに痛めつける必要もないでしょう。どうしたんですかユミ。悲しみを忘れるために意味のない戦いを繰り返す。黒影おじい様がこの姿を見たらどう思うでしょう。情けないと思うでしょうね。でもそれでもわしは黒影様の死を受け入れられん。悲しみを忘れるにはこうするしかないんです。私は劉備さんに言われました。劉備？あの一年生の？私の胸の中には熱く灯っているものがあると。羨ましい限りです。胸に熱く灯っているものがあるなんて、
私の心にはぽっかりと穴が開いたままです。いいえ、今一緒に戦ってみてわかりました。夜桜さんの胸にも熱く灯っているものがある。どんなに大きな穴が開いても消えずに灯っているものがあると。意味がわかりません。わしの心には何も残っていません。聞いてください。この心に灯っているものはきっと。ユミ、わしは行く。一人にしてくれ。夜桜さん、最高評価をいただき恐悦至極に存じます。私の胸の中で熱く灯っているもの、それは絶対正義。黒影おじい様が最後に残した言葉です。まだ未熟な私には絶対正義の真意はわかりません。ですが黒影おじい様の信念、正義を貫く道であることは間違いないはず。絶対正義を忘れない限り、私の中で黒影おじい様は生き続ける。ならば、私の進むべき道は。おい女、お前一人か？だとしたら何でしょう。だったらおとなしく金を出しな。出さなければ痛い目に遭ってもらうしかないな。他人を傷つけてお金を奪う、それをあたかも当然のことのように。私たちを憎むんじゃないよ。こんなところを一人で歩いてるお前が悪いんだ。私が悪い？一人で歩いていただけの私が悪いというのですか？なんという身勝手な理屈。あなたたちのような人間こそ悪、悪そのものです。目を覚ましなさい、この絶対正義の一撃で。せい！任務開始。あなたたちのような人間に情けは無用。そんな私をねじるというのならこう答えましょう。私に声をかけたあなたたちが悪いのだと。任務達成。目を覚ましてくれたでしょうか。絶対正義の一撃で。なんて女だ。悪には相応の報いです。少しは目が覚めましたか？ならばこれを立ち直るためのきっかけにしなさい。目が覚める？立ち直る？冗談じゃないね。こっちは生きるために必死なんだ。生きるために必死？何か事情があるようですが、だからといって悪に走っていい道理にはなりません。どんなに貧しくても清く正しく生きる者もいるのです。それでもまだ甘えたことを言うのなら。分かった。こんなことは二度としない。だからもうやめてくれ。よろしい、ならば行きなさい。キャー、見たよ見たよ、ユミ先輩のお仕置きシーン。レオナちゃんすっごく興奮しちゃった。レオナさん、レオナちゃんもユミ先輩にお仕置きしてもらいたいな。絶対正義の一撃って絶対気持ちいいと思うんだよね。あの言葉の意味がよくわからないのですが。ユミ先輩の暴力ってただの暴力じゃないんだよね。それはどういう意味ですか？ユミ先輩、あの人たちを許したでしょ。立ち直ることを信じてあげるのって愛だと思うよ。だからあれは愛のある暴力なの。ミョナちゃんの大好物だよ。
大事な話があってここに来たんだった。大事な話？うん、急な話だけど驚かないでね。リョウナちゃんとリョウビちゃんは結成をやめるって決めたの。最高評価をいただき、超越至極に存じます。リョウナさん、教えてください。なぜ姉妹揃って月戦をやめるのですか？それは言えないの。言ったらリョウビちゃんに怒られちゃうから。しかし月戦の生徒は簡単に学校を辞めることはできません。授業や任務で忍びの機密に触れているのですから。それは入学する前から知っていたはずでは？もちろん知ってるよ。リョウナちゃんはバカ犬だけどバカ人間じゃないからね。だったらなぜ？選抜メンバーのリーダー特権ってあるでしょ。それをうまく利用すれば問題なく学校を辞められそうなんだよね。リーダー特権、なるほど、確かにそうかもしれません。ですが。そうなんだよね。そのためにはリョウナちゃんが選抜メンバーのリーダーにならないとダメなの。ってことでユミ先輩をやっつけるけどいいよね。リョウビさんにも言いましたが、私はリーダーの座にこだわりなどありません。ただ後輩が挑んでくるのなら全身全霊を持って迎え撃つ、それが先輩の務めだと思っています。やっぱりユミ先輩の攻めには愛が溢れてるよ。リョウナちゃん、いっぱいいっぱい迎え撃たれて気持ちよくなりたい。でもやられっぱなしじゃリョウナちゃんの負けになっちゃうから、ユミ先輩にも気持ちよくなってもらうね。リョウナちゃんの愛いっぱいの攻撃で。絶対変態に絶対正義が負けるわけにはいきません。ふえー、リョウナちゃん負けちゃったよ。絶対勝たなきゃダメだったのに。これじゃリョウビちゃんに怒られちゃうよ。怒られるのは気持ちいいからいいんだけど、学校を辞められなくなるのは困っちゃうよ。だってだってお姉ちゃんの仇がやっと見つかったのに。仇？はあ、なんでもない。今のはなんでもないから聞かなかったことにして。リョウナさん、あなたたちが決戦を辞められるよう私の特権で取り計らってみましょう。今の戦いを通してリョウナさんの胸に秘めたものを感じました。そっか、ユミ先輩も感じてくれたんだね。リョウナちゃんの絶対変態も。違います、そっちじゃありません。リョウナさんから感じたのは何かを成し遂げようという強い思い、確固たる意志でした。ユミ先輩、じゃあユミ先輩のお言葉に甘えようかな。リョウビちゃん、ったくブータマに負けてんじゃないわよこのバカ犬。お預け10万回の刑にするわよ。10万回じゃ物足りないよ。100万回にして。お二人が決戦を離れて何をするのか、それはもう聞きません。その進む道の先に幸があることを祈っています。幸があるかどうかは分からないけどね。でも劉備たちは忍びをやめるつもりはないから。そうですか、ならば別れても道はつながっています。いつかまた会うこともあるでしょう。劉奈、行くよ。いろいろと準備をしなきゃいけないしね。うん、頑張って。
しました。夜桜さん、ユミ、一人にしてほしいと言ったはずですが。絶対正義。うん、黒影おじい様の最後の言葉です。もちろん覚えていますよね。ええ、当然です。正義の道を貫く限り、黒影おじい様は私たちの心に生き続ける。だからどんなに辛くてもすさむことなく、善人として前を向いて進むべき。私はそんな風に思いつつあるのです。ユミは黒影様の死を乗り越えつつあるのか。夜桜さんも乗り越えられます。いえ、選抜メンバーのみんなで乗り越えましょう。できるはずです。黒影おじい様に育てられた私たちなら。今のは悲鳴でしょうか。行ってみましょう。あなたはさっきの。あなた、何をやっているんですか。女の子を強引に車へと乗せようとしていますが。くそ、急げ。こいつはさっさと車に押し込むんだ。お待ちなさい。その子をどうするつもりですか。別に怪我させようってわけじゃない。ちょいと私たちに付き合ってもらうだけだ。こいつの親が私たちに金を払うまでの間だけな。身の代金目当ての誘拐ということですか。私があの時情けをかけたばかりに、またこんな悪事を。金さえ手に入ればこいつは解放する。それで全て終わりだ。お前たちが邪魔さえしなければな。この下道め、ユミ、やるぞ。こいつらこそ絶対正義で葬るべき悪者。身の代金目当ての誘拐など絶対に見過ごせん。忍び転身。すみません、私が情けをかけたばかりに。反省するのは後だ。こいつらは正真正銘の悪。情けなどかける必要はない。お別れです。邪魔をするのは打ち果たします。マイチキッチ。任務達成。黒影おじい様、私の情けは間違っていたのでしょうか。奴らじゃあえてとどめを刺さなかったというのに、このあとあいつらはアジトに向かうに違いない。そこに踏み込んで一気に殲滅じゃ。殲滅ですか。ああ、二度とバカなことができぬよう一人残らず再起不能にしてやる。どうした、浮かない顔をして。悪には鉄槌を。今わしは心が熱くたぎっておる。こんなことは久しぶりじゃ。ありがとう黒影様。絶対正義のおかげでわしは立ち直れそうじゃ。さあユミ、追いかけるぞ。私は保護したこの子を警察に連れて行きます。ここに一人で残しておくわけにはいきませんから。では先に行っているぞ。はい。私が情けをかけたせいで新たな被害者が生まれるところでした。あの時の私が間違っていたことは確かです。ですが夜桜さんのように徹底して悪を滅ぼすことが絶対正義と言えるのでしょうか。
黒影おじい様、私はどうすれば。あ、申し訳ありません。少しぼーっとしていたようで。カグラ、カグラ、どこに行ってしまったんだ。今の方、大丈夫でしょうか。かなり顔色が悪い様子でしたが。参考紹介をいただき、新たに舞をひらめきました。ユミ先輩、ちょっと時間ある？劉備さん、申し訳ないのですが、今はちょっと夜桜さんを追いかけないといけないので。大丈夫、用事はすぐに終わるから。ただ夜桜先輩を追いかけることはできなくなるけどね。それはどういう意味ですか？ユミ先輩はここで劉備に倒されるからよ。月戦をやめる話でしたらもう解決したと思うのですが。それがね、話が違ってきたの。隠しても仕方がないからはっきり言うわね。劉備と劉奈は蛇女に転校したかったの。ね、お姉ちゃんを殺した奴が蛇女にいることが分かって、だから劉備は蛇女に転校してそいつをぶち殺すつもりだったの。でも転校手続きを進めたらちょっと問題が出てきてね。いくら悪は寛容とは言っても月戦からの蛇女への転校は前例がないみたいで、転校するための条件を出されたわけ。それで私を倒すと。そう、前任とのつながりを断ち切った証拠を見せないといけないの。そういうわけだから。ユミ先輩、覚悟して。劉備さん、あなたの事情は分かりました。ですが、私も黒影おじい様の思いを受け継ぐ戦いを始めたばかり。ここで散るわけにはいかないのです。いざ鎮魂の夢に舞い散る。劉備はお姉ちゃんの敵を討つためなら何でもする。ごめんなさい、劉備さん。私にも譲れるものがあるのです。そんな、負けた。これじゃヘビゾに入れない。お姉ちゃんの仇が撃てない。劉備ちゃん、劉奈、ごめん、負けちゃった。大丈夫、怪我はない。劉備ちゃんは劉奈ちゃんと違って痛いの好きじゃないんだから無理しちゃダメだよ。だけどお姉ちゃんの仇を撃つことは絶対大事だけど、劉備ちゃんが無事なことも絶対大事なんだよ。だって、だって劉備ちゃんまでいなくなっちゃったら劉奈ちゃんは一人きりになっちゃうんだよ。そんなの嫌だよ。絶対絶対嫌だよ。蛇女に転校できないんだったら別の方法を探せばいいよ。劉備ちゃんと劉奈ちゃんがいれば何でもできるって。劉備さん、どうぞこの扇子を。え？私に勝った証として蛇女に持っていくといいでしょう。きっと転校を認めてもらえると思います。でもその扇子は黒影様の。だからこそ蛇女への手土産になるはず。その扇子で劉備さんと劉奈さんが自分の望む道を進めるのなら手放すことに何のためらいもありません。ユミ先輩、ありがとう。
ビジョンですか。次に会う時は敵同士かもしれませんね。その時は他人みたいに接するから、善人と悪人が仲良くしてたら変だし。ええ、そうですね。リョーナ、ユミ先輩って呼ぶのも今日で最後になるから、きちんと挨拶してお別れするわよ。うん、ユミ先輩、短い間でしたがお世話になりました。お世話になりました。全力で戦ってくれたこと、大事な戦争をくれたこと、本当に感謝してます。感謝してます。お姉ちゃんの敵討ちを終えたら、ユミ先輩のように強くなることを目標にします。目標にします。バカ犬、あんたも自分の言葉でお礼を言いなさいよ。だってリョーナちゃんがお礼をすると実体変態とか言っちゃうし。絶対変態？はあ？何それ。善と悪に分かれても忍びの道はつながっています。私も精進を続けます。お二人も頑張ってください。立派な忍びになるために。眠っていますね。まさか。そうじゃ、あいつらはあんな小さな子まで誘拐していたんじゃ。なんということ。わしの弟や妹と同じくらいの年頃の子じゃ。絶対に許せるわけがない。お前らこんなところまで追ってきたのか。あんな小さな子まで誘拐するなんて恥ずかしいとは思わないのですか。小さい子？ああ、あの子のことか。誘拐ね。まあお前たちにはそう見えるか。どういう意味ですか。ユミ、悪党の話に耳を傾けるな。この下道め、お前らは悪じゃ、絶対悪じゃ。お前らにかける情けなどない。全員再起不能にしてやる。何と言われようと構わない。私たちの気持ちなどお前らには一生わからないだろうしな。あなたたちの気持ち。ユミ、耳を傾けるなと言ったではないか。人さらいの気持ちなどわかりたくもない。それはそうかもしれませんが。ユミ、しっかりせえ。今こそ絶対正義を遂行するとき、黒影様の願いに応えるんじゃ。はい、夜桜さん。お前らのことは絶対に許せん。これ以上あなたたちの悪事を見過ごせません。ここで徹底的に潰す。それがわしの絶対正義じゃ。黙らせろ。はい、やっ。私の前に生きるのは変わります。黙らせろ。はい、無様です。黙らせます。任務達成。後味の悪い勝利です。目的はか。まだじゃ、まだ終わりじゃない。お前たちは徹底的に潰さなければ。夜桜さん、お待ちください。
少しだけこの人に聞きたいことがあります。あなたたちはあの小さな女の子を誘拐したのですか？あの子はただの迷子だ。自分がどこから来たかわからないと言っていたからここに連れてきてやったんだ。随分と疲れている様子だったしな。嘘をつくな。お前の目から見たら私たちは何をやっても悪く見えるんだろう。みんな同じだ。誰も私たちのことなんて。そうさ、私たちは何をしたって変わることができないんだ。一度悪事に手を染めた奴はずっと悪い奴のままなのさ。ああそうだ、悪は悪のままじゃ。お前たちが誘拐を企てていたのは紛れもない事実。今さら言い逃れなどできん。だったら好きにするがいいさ。殺したければ殺せ。こんな世界に未練なんかないしな。わかった、お望み通り成敗しちゃるわ。二度と悪さをできんようにな。これこそ絶対正義じゃ。夜桜さん、ダメです。それはやりすぎです。なぜ止める？弓には黒影様の意志を継ぐ気がないのか？そうではありません。この人たちをここで成敗することが絶対正義だとは思えないのです。悪を打つのが絶対正義じゃ。何も間違ったりはせんじゃろ。随分と派手に暴れたようやね。まるで気配を感じませんでした。あなた、ただ者ではありませんね。まあ、忍び学生やからね、蛇女の。蛇女の忍び学生？そうや。わしの名は日陰や。さらなる鍛錬を積ませていただきます。そういうあんたらも忍びなんやろ。身のこなしが普通のやつと違うで。はい、私は。ユミ、蛇女は悪人を養成する忍び学校じゃ。そんなやつに名乗る必要などない。そうか、そういうことか。日陰と言ったな。お前がこいつらのリーダーなんじゃな。リーダーではないな。まあよう知ってる連中ではあるけどな。ああ、そいつとは前に同じグループだった。だったらお前はなんでここに来た？ちょっとこいつらに用事があったんやけど、あんたらが代わりに済ましてくれたみたいやし。その用事はどういうことですか？わしはこいつらのことを懲らしめに来たんや。昔の知り合いが良くないことに染まっていくのは見過ごせんからな。どんな理由があったとしても人にはやっていいことと悪いことがあると思うんよ。まあ悪人のわしが言うのもなんやけど、そういう意味じゃあんたらが懲らしめてくれてよかったわ。ありがとうな。え、あ、はい。ふざけたことを。同じグループにいたってことならお前も同罪じゃ。ここでわしがぶちのめしてやる。ユミ、やるぞ。ですが。迷うことはない。相手は悪人、倒して当然の敵じゃからな。いつの間にか戦うことになってるよ。なんでこうなったんだ。まあ、そっちのやり方が別。決着。夜桜さん、少し話を聞いてみましょう。参った参った。あんたら強いな。わし驚いたよ。なんだその態度は。
バカにしとるんじゃろ。まあそんなにカリカリせんと。ちょっとわしの話を聞かんか。なんじゃと。なんでお前なんかの話を。待ってください、夜桜さん、聞きましょう。私は興味があります。悪人が、悪と呼ばれる人が何を考えているのか。すぐに終わる話や。まあ楽にして聞いてくれ。人生というのは不公平なもんで、生まれた時に大体の運命は決まっとる。わかりやすく言えば、貧乏人の家に生まれるのと金持ちの家に生まれるのでは、初めから手に入るものが違いすぎるってことやな。人生に一発逆転なんてなかなかないからの。だから外れくじを引いた者たちは道を外れたまま生きていかなあかんこともあるんや。奇弁じゃな。どんな境遇でも犯罪に手を染めず、まっすぐに育つ者もおるわ。そういうやつは偉いと思うよ。わし尊敬するわ。ただそういう人も一人でなれたんやろうか。まっとうな人間に支えてくれる人がどこかにおったんやないか。わしにもそんな人がおった。悪事を働くことしかできないわしに違う生き方があることを示してくれた。もう死んでしまったけど、わしはその人に大切なことをたくさん教えてもらった。今度はわしがその人みたいになりたいと思っとるんや。こいつらのために。そうだったのですか。なあ、あんたら、今回のことはわしに任せてくれんか。こいつらは確かに道を踏み外した。償いが必要なことはきっちり責任を取らせる。その上でわしが示してやるつもりや。悪事を働く以外にも違う生き方があることを。夜桜さん、どうでしょうか。この人たちにもう一度変わるチャンスを与えてみては。ユミは甘い。反省や謝罪など口先だけならいくらでもできる。しかし人はそう簡単に変わることなどできん。こいつらは必ずまた悪事を犯すに決まってる。夜桜さん、そんなに甘くては。黒影様の言っていた絶対正義を遂行するなんて無理じゃ。神楽、神楽。え、この人はさっきの。ん、あんた誰や。私は奈落、神楽を守りし者。あ、神楽、ここにいたのか。ようやく見つけることができた。神楽、あの迷子のことでしょうか。もしかしたら保護者の方なのかもしれませんね。お前らか。お前らが神楽様をさらったのか。違います。そうではありません。許さん、許さんぞ。最高評価をいただき恐悦至極に存じます。許さん、神楽様に手を出した奴は許さん。落ち着いてください。あの子なら無事です。嘘をつくな。あかん、怒りで我を失っとるで。とても話を聞いてくれる感じじゃないの。お前らどこの忍びだ。全員皆殺しにしてやる。日陰さん、あんたと戦った時のダメージが残ってるようや。さすがにこれ以上は動けん。せやけどわしがあいつらを守らなあかんしな。わかりました。ここは私に任せてください。任せるって、あんたがあいつと戦ってくれるんか。はい。ユミ、悪人を助けるなんて血迷ったのか。そうです。ここで日陰さんたちを見捨てることが正義だとは
私には到底思えません。時には悪でも助ける、それこそ絶対正義ではないでしょうか。ユミ行きます。できそうですね。神楽さんは無事です。町で迷子になっていたところをあの人たちが保護してくれたのです。迷子？保護？それは本当か？ああ、お前を探し疲れて眠っているだけだ。奈落はどこと言いながらずっと泣いていたぞ。そうだったのか。どうやら誤解は解けたようですね。焦りのあまり我を見失ってしまった。すまない、見苦しいところを見せてしまった。いえ、大切な人を失った時の気持ちは私にもよくわかりますから。まあ全員無事みたいやし気にすることないで。それより早くその子を連れて帰ったり。ああ、礼を言う。よかった、これで安心ですね。いや、助かったわ、わしらを守ってくれて。こんな私たちを助けてくれるなんて、なんて言えばいいのか。考えるまでもないやろ、そういう時はお礼を言うもんや。そうだな。ありがとう。ユミって言ったな。あんたみたいな人がいるなら私も少しは変われるかもしれない。ええ、今の気持ちを忘れずに、きっとあなたたちは変われるはずです。ユミ、ここでお別れです。あなたとはもう一緒に歩けません。夜桜さん！追いかけたり、こっちのことは大丈夫や。至極に存じます。夜桜さん、来ないでください。悪に手を差し伸べるなど。なぜユミは黒影様の思いを踏みにじるんじゃ。夜桜さん、わかりますか？今自分がどんな顔をしているのか。顔？あなたは今とても寂しそうな顔をしています。誇らしく悪を倒すと言っていたのに、そんな様子は微塵もありません。なぜですか？わかりません。わしは正しいことをした。なのに、なぜか胸が痛い。そんな顔を黒影おじい様が見たら絶対に悲しむと思います。いいえ、黒影おじい様だけではありません。私も悲しいです。正義を貫くためには、痛みがあって当然。どんなに後悔しようとも、わしは黒影様の教えを守る。それを邪魔しようというのなら、ユミ、あなたであっても倒すだけじゃ。わかりました。黒影おじい様の思いに応えたい。その気持ちこそ夜桜さんにとっての絶対正義なのでしょう。でも
私にとっての絶対正義は違います。悪魔を助ける、それがユミの絶対正義か。いいえ、違います。善や悪では区切りません。どんな人でも助ける、それが私の絶対正義です。だから大切な友人が道に迷っていたら、何があろうと助けたいと思うのです。ユミ、さあ夜桜さん、納得するまで互いの絶対正義をぶつけ合いましょう。なんてありませんよ。だって私たちは親友、絶対親友ですから。絶対親友って、いえ、そうですね、私たちは絶対親友です。ええ、すぐ家に着きますよ。四季さん、村雲さん、みのりさんが待っています。最高評価をいただき、恐悦至極に存じます。